ば A という行列が 1-11 の000。こういう行列でした。こういう行列がありましたと。で、この一般と逆行列を求めなさいと。A の一般か逆行列を求めなさい。逆行列何ですかと。何ですかと。で、まあ、大変なんですけど、まあ、やってみましょうか。X が、A がまあ 2×3 なので、一般の逆行列は 3×2 の行列になります。で、まあ、逆行列を、まあ、こう置いて置きます。で、こう AXA、 これ計算すると、まあ皆さん、あの手計算で、あの真面目に計算したら、あの答え出ると思います。で、やると、こういう行列が出てくるようです。まあ、ほんまかなって疑ある人は、まあ、実際計算してもらえるといいんですけど、ちょっと前でもやるの大変なので、ちょっとこうやって計算したやつを信じてもらうと、まあ、こうなります。一般が逆行列の定義式は、この AXA イコール A だったので、まあ、これが A になりますよと。で、この関係式を満たす X1X2、 じゃあ X11 とか X21 とか、まあ何ですかと。で、まあ、ここから出てくる方程式は一つだけ出てきて、結局、まあ、あくまでもなんですけど、これが1なんです。これが1で、まあ、これがマイナス1で、まあ、これが1なんですよね。なので、出てくる式は x11-x21+x31=1。 得られる関係式はこれだけですね。で、これを満たす x11 とか x21 とか何ですかと。で、まあ答えはいっぱいあります。で、例えば、解は、この関係式を満たす x11、21、31 はあるんですけど、まあ、例えば、まあ、全部1とか、この関係式を満たす。全部1にしてあげたら、まあ、この関係式に達すと。で、あとこっちの、この x12 とか x22 とか x32、
これ何にすればいいかっていうのは、まあ、どこにもこの関係値出て現れてこないので、そこはもうどんな数字を置いてもまあいいと。なのでまあ一般の学術の一つの候補としては、まあ、例えば一般の学術の一つの候補は111で例えばこれはこれ一般化学行列の一つですよ。一般化学行列は必ずしも一つだけとは限らないで、その中の一つにもこれ書いてるだけで、他にもいっぱいこう無限にあります。まあこれ001でもいいし100でもいいし、まあ、何でもいい。その一例としてまあここ全部1として、全部1として、でまあこの2列目の数字はこれ何でもいいので、まあ、適当にこう置いてると。一般の学校の一例です。いいですかね。まずいいか。じゃあ、まあまあ一般学校の人はなんか計算できるんだなということで、じゃあこの一般化学効率と方程式がどう関係してくるのか。方程式がこうあります。 y イコール ax がありますと。で、まあ、x は n 次元で、y が、まあ、m 次元 で a が m×まあ、こういう方程式がありました。で、この方程式が解を持つ必要十分条件は、まあ、解を持つにはどういう条件かというと、持つ条件、されるかっていうと、条件は表せますよと。この中で A がこれが何だっけ M×N のベクトルで、これ M×N のベクトルで、で Y が M 次元のベクトルで、これを A の横にちょっと M 次元のベクトル並べた大きい行列です。これはね、なので M 行 N 足す1列の行列をちょっとこう書いてます。で、行列のランク回数聞いたことない人、聞いたことない人です。あ、いますね。何かっていうと、
例えば、まあ、あの行列っていうのは、まあ、例えば列ベクトルの、まあ、が並んでるものなんですけど、その列ベクトルの中で独立な列ベクトル何個ありますかっていうのがランクです。何のこっちゃでかもしれないですけど、例えばちょっと脱線しますけど、例えばまあ、なんか C っていう行列があって、例えばこういう2行2列の行列がありましたありましたと。で、この中にはこういう人2列の2つのベクトルがあるわけです。で、これとこれが独立かっていう話ですけど、この2、4っていうベクトルが、この2、2、4っていうベクトルは、この1列目のベクトル使って1列目のベクトルを2倍したら2列目のベクトルを表せますよね。なのでこの2列目のベクトルは1列目のベクトル独立ではない、従属だと言います。例えば1、2、3、4、こうなるとこのベクトルをこの1列目のベクトルでなんか定数倍して2列目のベクトルを表そうと思ってもこれ表せないですよね。で、これは独立ですと。この2つは独立ですと。で、ああいうのはこの上の行列のランクは独立なベクトルが1個しかないのでこれ1です。で、2つ目のこのベクトルは行列は独立なベクトルがこう1個2個あるのでランクは2です。例えばじゃあもうちょっと1、2、2、4でどうしよう、1で式と一緒ですね。方程式の話。ただこういう行列がありましたと。ありましたと。で、まあ列ベクトルはこうあるわけですけど、まずこのベクトル、これを一つ目のベクトルで表せるかっていうと表せないですよね。なんでこれとこれは独立ですと。これとこれは独立です。この2列目のベクトルを1列目のベクトルで表せないので独立。じゃあ次にこの3番目のこの列ベクトル、これ見るとこれは4、5っていうのは、1列目のベクトルを2倍して2列目のベクトルを1倍して足し合わせて表せますよね。なのでこのベクトルは1、2と独立かというと独立じゃないです。1、2、1つ目と2つ目のベクトルを使って3つのベクトルを表せるので
これはこれとこの対して従属なベクトルですと。じゃあ結局独立なベクトルは1本2本なので、この3つ目の行列のランクは2です。こうやってまあ、ベクトルの中に列ベクトル、まあ、行ベクトルがあるんですけど、何個独立なベクトルがありますかっていうのが、まあ、ランクです。で、こちらに戻ってくるんですけど、こういう大きい A と Y が並んだこう大きいベクトルの中の に何本独立なベクトルがありますかっていう数と、元々の A という行列の中に独立なベクトル何本ありますかが同じだったら、この方程式は解を持つと。なんでかって、まあ、なんでか、なんでかですけど、まあ、ざっくり言うと、AX っていうのがあると思うんですけど、でこの A の中に A は M かけ N、 M 行 N 列の行列でこう N 本こう列ベクトルがあるんですね。でそれをまあ例えばこう A1A2 とでも置いていくと N 本あると。A には N 本 N 次元ベクトルが並んでいると。で AX、 X っていうのは N 次元ベクトルで、まあまあなんか N 個こう数が並んでいると。でまあで y っていうのはまあこうですよ。で y がこのような式で表せたら、 y っていうベクトルは a1a2…ann に対して独立かっていうと独立じゃないですよね。y っていうのはこの a1 と a2 点点点 an を使ってこう表せるので、 y っていうベクトルは a1a2 に対して独立じゃないですと。なので y はこれが y です。じゃあこの a の y ってこれ何かっていうと、結局まあ a1a2 点点点 an があって、さらにここにまあこういうのが、一個ベクトルがこう追加されてるんですけど、この追加されてるベクトルは A1 から AN で表せるので独立はないので、独立はないベクトルを1個追加したところでランクは変わらないと。なのでこのランクイコール A のランク。